1曲目は私 の, あの白い CD、実は7枚出してまして、6枚目の CD の中に入ってる曲をお送りしたいと思います。ふわりという曲で、とっても可愛い曲になってます。よかったら手拍子よろしくお願いします。それでは聴いてください。ふわり。ふわり君に届けたい今の本当の思いを、そっと優しく吹く風に乗って、君の元へ行け。いつもなら私ここで白旗あげて振り出しだけど、今日はふわりふわり出身ということで、現在山口県それから福岡を中心にして活動しています。いろんなところで、まあ、お祭りですとかイベントとかに出演したりとかもしているんですけれども、この令和5月1日令和に変わりまして、同じ日にですね、なんとアルバムを出しました。はい、
そうなんです、出したんですよ、ね、赤い CD 今日はありますので、後でよかったら覗いてみてください、ということでツアーもね決まりまして、名古屋や関東にも行くことになりました。まあそこから今日は来てくださっている方もいらして本当に嬉しく思ってますね。どこやろうかってみんな思っちゃうやろですけど、はい、まあ福岡の人もね、それから鹿児島のファンの人もいたり、そうびっくり仰天ですよ。本当に遠くから山口県おいでませんありがとうございます、いろんなところに行ってライブしてますね。よかったら初めましての皆さんも私のことをねちょっとでも気になる方いらっしゃったら、ローマ字で KINUY を検索して一度ホームページを見てみてください。よろしくお願いします、そういうことでですね、まあ県内でももちろんライブしてるんですけど、8月は8月11日に下関ね、一番ここ岩国だけど一番今度は西の方の下関で、レッドラインというところでライブがありまして、それから8月14日はですね、長門市ちょっと上、長門市ちょっと上湯屋っていうところでですね、花火大会があります。そこで歌いまして、それから8月15、そこからちょっと下に降りて美祢市ね、美祢市っていうところで、15夜祭、それから同じく美祢市で17夜のお祭り花火大会があります、まあ、いろんなところでね歌ってますから、ぜひぜひ皆さん待ってますので遊びにいらしてください。よろしくお願いします。またこの辺でもできたらいいなと思ってますので、ぜひ皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。東部の皆さんよろしくお願いします。